トレイ・ボン・ブロメルは、アメリカ合衆国フロリダ州セント・ピーターズバーグ、出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで9秒 76A、200メートルで20秒03の自己ベストを持つ。2015年北京世界選手権、男子100メートルの銅メダリスト、100メートルの U20 世界記録保持者。高校時代の2013年に、 追い風参考記録ながら100メートルで9秒台をマークして注目されると、大学進学後の2014年に100メートルで9秒97の U20 世界記録を樹立し、ジュニアの選手として初めて10秒の壁を破った。2015年には100メートルで世界歴代10位体の9秒84をマークすると、北京世界選手権男子100メートルでカナダのアンドレ・ドグラスと共に、 銅メダルを獲得。プロ転校後の2016年には、ポートランド世界室内選手権、男子60メートルで、金メダルを獲得し、リオデジャネイロオリンピック男子100メートルでは8位入賞を、果たした。カナディアンフットボールリーグでプレーした、元フットボール選手の父と、元短距離走選手の母との間に生まれる。父は2014年に、心臓発作で亡くなった。 陸上競技は、ブロメルの才能に気づいたおじからクラブに入ることを、勧められ、10歳から始めた。また、陸上競技の他にもリトルリーグなど、いろんなスポーツに取り組んだ。しかし、中学2年生の時に、バック転をして、左膝を負傷。中学3年生の時は、バスケットボールの試合中のリバウンド時に右膝を負傷。高校1年生の時は、100メートルのレース中に、 股関節を負傷するなど多くの怪我に悩まされ、医者からも、早く走ることはできないと断言されたという。また、前足と、脊柱側腕症を持つ。怪我から復帰した2012年には5月のフロリダ州、高校選手権、男子100メートルで2位、男子200メートルで4位に入ると、翌年のシーズンでは、素晴らしい活躍を見せた。2013年5月に、 フロリダ州高校選手権男子100メートルで初の州タイトルを獲得すると同月のゴールデンサウスクラシック男子100メートルでは今シーズンの全米高校ランク1位の記録となる10秒27をマーク6月8日のグレートサウスウェストクラシック男子100メートルでは追い風参考記録ながら全米高校記録を上回る9秒99をマークし10秒の壁を 破るアメリカ史上初の高校生となった。6月には、ニューバランス全米大会男子100メートルで、初の全米タイトルを獲得した。これらの活躍により、今シーズンのゲータレード全米最優秀男子、陸上競技選手賞を受賞した。2013年6月の全米ジュニア選手権、男子100メートルを10秒47で制し、全米タイトルを獲得するとともに、 ファンアメリカンジュニア選手権アメリカ代表の座を掴んだ。迎えた8月の大会では、男子100メートルは10秒44の3位に入り同、メダル、アンカーを務めた、男子400メートルリレーは39秒17での優勝に貢献して、金メダルを獲得した。高校時代は、父の影響もあり、陸上競技とともにアメリカンフットボールにも取り組んでいた。 しかし、身長が伸びなかったこともあり、最終的に陸上競技に専念した。たくさんの大学から誘いを受けたが、マイケル・ジョンソンやジェレミー・ウォーリナーなどの名スプリンターを排出したベーラー大学に進学した。進学の決め手となったのは、ジェレミー・ウォーリナーを指導した同大学陸上競技部のコーチであるマイケル・ホードの存在で、スカウトされた際にブロメルが言った。 世界一になりたいという言葉に対し、一緒に世界を目指そうと言ってくれたからだという。なお、ベーラー大学ではメディア学を専攻している。2014年3月のテキサスリレーでは、今シーズン最初の100メートルのレースとなった28日の男子100メートル予選で10秒02をマーク。それまでの自己ベストを大幅に更新して、ジュニア世界記録に肉迫すると、 翌日の決勝では10秒01のジュニア、世界大記録をマークし、2003年にダレル・ブラウンが樹立した記録に並んだ。同年5月18日のビッグ12、カンファレンス選手権、男子100メートルでは、追い風参考記録ながら9秒77の好タイムをマークするなど、公認での9秒台は時間の問題だった。 そして迎えた同年6月の全米学生選手権は、11日の男子100メートル予選を9秒92で突破すると、2日後の決勝で9秒97のジュニア世界新記録を樹立。公認記録で初めて10秒の壁を破り、初の全米学生タイトルを獲得した。この種目での1年生優勝は、史上6人目の快挙であり、2005年大会のオルター、 6以来となった。同年7月の全米ジュニア選手権、男子100メートルを10秒07で制し、2連覇を達成するとともに、世界ジュニア選手権アメリカ代表に選出された。世界大会デビューとなった約2週間後の、世界ジュニア選手権では、優勝候補として臨んだ男子100メートルの予選を10秒13、準決勝を10秒29と、両ラウンドを全体1位で突破。 しかし、決勝では連戦の疲れもあり、全米ジュニア選手権で破っていたケンドル・ウィリアムズに0秒07差で破れ、10秒28の2位に終わった。しかし、男子400メートルリレーでは、予選と決勝で2層を務めると、決勝はジュニア世界記録に迫る38秒70での優勝に貢献して、金メダルを獲得した。2015年3月の 全米学生室内選手権、男子200メートル決勝を、室内世界歴代3位の記録となる20秒19で制し、初の室内全米学生タイトルを獲得した。同年6月の全米学生選手権では、男子100メートルと200メートルの予選を、それぞれ9秒90と20秒03の自己ベストで突破すると、決勝では、追い風参考記録ながら、 予選のタイムを上回る9秒88と19秒86をマーク。しかし、100メートルはアンドレ・ドグラスに次ぐ2位で2連覇を逃すと、200メートルもアンドレ・ドグラス、デドリック・デュークスに次ぐ3位に終わり、好タイムをマークするもタイトルを逃した。同年6月25日の全米選手権、男子100メートル予選で世界歴代10位体及び、 アメリカ歴代4位の記録となる9秒84をマーク。翌日の準決勝は追い風参考記録ながら9秒76の好タイムで突破すると、迎えた決勝は9秒96で2位に入り、初のシニアアメリカ代表の座を掴んだ。シニア世界大会デビューとなった8月の北京世界選手権は男子100メートル予選を全体2位の9秒91で突破した。 しかし、マイケル・フォードコーチ曰く、異常なくらい緊張していたという準決勝は9秒99と予選よりタイムを落としたが、かろうじてタイムで拾われる全体7位タイで決勝に進出した。緊張も収まった約2時間後の決勝では、ウサイン・ボルト、ジャスティン・ガトリンに続き、アンドレイ・ドグラスと共にフィニッシュラインを越えた。 レース直後の電光掲示板には、アンドレ・ド・グラスの名前が3位に表示されたが、やがてブロメルの名前も3位に表示され、アンドレ・ド・グラスと9秒92の同着3位で、銅メダルを獲得した。1層を務めた、男子400メートルリレーは37秒91で、予選突破に貢献するも、決勝は3から4層間で、オーバーゾーンがあったため失格となった。 母親との大学卒業という約束を守るため、プロ転校への噂が流れても否定していたが、大学卒業するまでの学費をニューバランスが負担するという契約で合意し、2015年10月にプロ選手となった。プロ転校後初の全米大会となった2016年3月の全米室内選手権、男子60メートル決勝では、マービン・ブレイシーに同体向きさありで敗れて、 シニアの全米タイトルを惜しくも逃したが、地元、アメリカで開催される、ポートランド世界室内選手権アメリカ代表の座を、掴んだ。迎えた大会では、男子60メートル決勝で6秒47の、自己ベストをマークし、予選と準決勝で、世界歴第5位の記録となる6秒44を、マークしていたアサファ・パウエルを0秒03差で抑えて、初の世界タイトルを獲得した。 また、20歳252日で金メダリストとなったブロメルはこの種目における最年少金メダリストとなった。左アキレス腱を痛めたため、初のオリンピックアメリカ代表の座がかかった7月の全米選手権は6月2日のダイヤモンドリーグローマ大会以来のレースとなったが、決勝で自己ベストタイの9秒84をマークして2位に入り、 初のオリンピック代表の座を掴んだ。オリンピックデビューとなった8月のリオデジャネイロオリンピックでは男子100メートル予選を10秒13で突破すると準決勝は10秒01の全体7位体に入り昨年の北京世界選手権と同じくタイムで拾われて決勝に進出した。しかし決勝ではアキレス腱を痛め10秒06の8位に終わった。 決勝のみ出場した男子400メートルリレーではアンカーを務めると前を走るジャマイカと日本を捉えることはできなかったものの追い上げてくるカナダを抑えて37秒62の3位でフィニッシュした銅メダルを獲得したかに思われたがその後アメリカチームはテイクオーバーゾーンで違反があったとして失格となりメダル獲得は幻に終わったフィニッシュと同時に転倒した ブロメルは車椅子でトラックを後にし、オリンピック後の9月上旬にはオリンピック前から予定していたアキレス腱の手術を行った。アキレス腱の手術以降、2017年6月の全米選手権男子100メートル予選がリオデジャネイロオリンピック以来の復帰レースとなった。痛みがある中で10秒22の組3着に入ったが、準決勝に 着順で進出できる組2着には0秒006、全体のタイムで拾われるには0秒06及ばず、ロンドン世界選手権アメリカ代表の座を逃した。2021年9月18日、ワールドアスレチックスコンチネンタルカップゴールドナイロビー、キプチョゲ系のクラシック男子100メートルで、追い風1.2メートルの中、自己ベスト勝つ。 今季世界最高記録となる9秒76をマークした。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。